のぞみでございます。今の与那国空港にいます。今朝のね、8時20分ぐらいになるんですけども、今日は9時発の飛行機に乗りまして、ちょっと石垣島に行きます。まずね、ちょっと美容室ですね。ちょっと約1ヶ月ぶり、なかなかちょっと行けなかったんで、1ヶ月ぶりの美容室、そして今日のメインは皮膚科に行きたいと思います。あの石垣島のアイランドクリニックっていうところがあるんですけど、顔のねシミをね、ちょっと6箇所7箇所ぐらいね、レーザー治療で取り除きたいと思います。やっぱりこう与那国に住んでますと、やっぱ紫外線の量がすごいんで、結構ねシミがね、できやすいんですよね。まあケアはしてるんですけど、まあ、それでもできちゃうというところで、まあ年のせいもあると思いますけども、まあ、今日はね、皮膚科に行ってまずオペしに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。今8時48分です。今からの搭乗開始になります。今日はね、台風9号の影響でね、飛行機が、条件付きで来るかどうかだったんですけど、今日定刻通り来ておりますが、ただ帰ってこれるかっていうのがね、めちゃめちゃ心配なんですけども、まあ、今日も同じ角度でよろしくお願いします。UQ エアコミューターです。じゃあ今から搭乗します。おはようございます。今日は 6K です。こちらの座席になります。石垣空港に到着になりました。今9時34分になります。帝国通りですね。見てください、ちょうど隣、これどこから来たやつですかね。今到着したばっかりです。今日も UQ エアコミューターありがとうございました。じゃあ行きましょうか。今日もひろみさんね、朝早くから迎えに来てもらってるんで、大変申し訳ないですけど、ありがとうございます。行きましょう。やっぱ間近で見るとでかいですね。さあ、荷物受け取りましたので、出ましょうか。ひろみさん、迎えに来てくれてるんでしょうか。どこにいるんだろう。あれ？いいな。あれ？すいませんね、朝早くから。おはようございます。すいません。おはようございます。違う。なんで、寝てないですか。一睡もしてないですね。大丈夫ですか。大丈夫です。そんな迎えに来てもらってすごい申し訳ないなと思ってるんですけど。頑張って運転する運転するわ今から。いっぱい中見られてますけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ。今日はね、変なスケジュールで12時に美容室で、2時45分に皮膚科なんですよ。ちょっと朝ごはん食いに行きません。すみません。今から朝ごはんお昼ごはんは食べない。お昼ごはんですか。お昼ごはんですか。2回食べるってことですか。まあまあ朝ごはんでしょ。まあ、迎えに来てもらってるんでいいですけど。 ありがとうございます。すみません、お願いしますよ。なんか急にひろみさんがここ寄ってほしいって言ってそう、あんまりほら私こういう朝の時間って活動しないので、はい、早く朝、はいはい、こういうところに用事があるときは、なるほど、ね、行きたいところなんですよね。石垣ラボパン屋さんでございます。前ほらのそこにあった、そうで、こっちに移転したんですよ、ね、うん、ああ、ここ美味しいからね。そうなのよ。そう、急にここ寄ってって言うから、うん、寄ってっていうか俺後ろに座っててんけどそうや、結局運転しませんから。いやしようか言うかや。あ、そうか、はい、じゃあここいい、早い時間の方がいいんですよね。はい、もちろん早い時間の方がいっぱいあるんです、ね、美味しいのすぐ売り切れちゃうから。もう2時とか3時とかになったらもうね、2種類とか3種類くらいしかスタッフ募集中ですよ。あ、募集中ですか、はい、そうなんですね。お邪魔します。あ、すごい、私のお目当ての、はい、もう見つけました。本当ですね。はい、いいですか。あ、ごめん。はい、
ごい。何買うんですか。めっちゃ美味しそうじゃないですか。いっぱいある。いやいや、取りすぎなんですよ。ミルクフランス。4本。まだ、うん、まだ、まだ、あの、どんどん今から出てくる。これ何ですか。これは明太フランスなんですけど。前、あの、美容室で差し入れしてくれた。これめっちゃうまいです。で、今、明太フランスもうないですかって聞いたら、7分待ってくださいって。もう7分なんてすぐですよ。ちょっと待ちましょう。ちょっとあのパン動画撮ってもいいよって言われたんで、はい、撮らさせていただきます、ね、このベーグルがねすごいんですよ。美味しい。大事にもうそこにもう行かなくてもここで買えるからいいね。そうなのよ。私こういうハード系は結構大好きですね。ハード系ですか、うん、この辺ガーリックフランスも美味しいわよ。めっちゃうまそう、アンバターサンドもあるわよ。のんちゃんどうですかこれ。いや絶対美味しいです、ね。朝と昼ご飯でいいですか、はい、朝と昼ご飯でいいですか。これは朝の前です。今日も長い一日なりそうやなこれ。じゃあちょっとあの今日12時から美容室なので、はい、ちょっと先に、うん、まあ朝ごはんというか、ええ、まあ、ちょっとランチ兼ねて早い時間からやってるとこって言ったらね、はい、やっぱここが思いつきますよね。一度紹介してます、うん、ウィルケリカフェ、ね、前里店の方にね来まして。確か冬でしたよね。そうそうそう、今年の。なんかいいコーヒーの匂いしないですか。本当だ、ね、店長おるかな。すごい香ばしい匂いが、ね、久しぶりのお店でございます。はい、うん、モンチー店長だっけ。モンチー店長いるか。もなんだっけ。モッチーだっけ。モンチーモモンチッチ。お邪魔します。こんにちは。あれいないね今日。店長いないですか。お邪魔します。店長いない。730もあるか。あ今日730にいるんだ。今日大丈夫ですよ。 です。お邪魔します。じゃあ座りましょうか。はい、いっぱいあるわ今日。じゃあこちらで。顔にかぶしたのかそれ。顔にかぶしたのか。めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。行きますよ。はい、これは私のですね、はい、特製冷やし八重山そばでございます。特製冷やし八重山そば。はあ、冷たいのよ。冷たい。冷たくて。お、本当だ。冷たいおスープなんですけど、はいはいはい、だしジュレ。だしジュレ。そう、だし氷が入ってるんだって。だしジュレって何ですか。ジュレってゼリーみたいな。あ、ゼリー。ちょっとサクッとね、いただきますよ。で、上にはね、刻み海苔と、はい、これは花カツオだって。カツオ蒸しの匂いめっちゃいい匂いしてる。あと、ソーキよ。うわ、ソーキもさ、冷たくしていただけるってどういうことかなと思って。いつも熱々やからね。でしょ、はい、やっぱり冷たくなると、油がさ、って思うじゃない、はいはい、どうなのよ。ちょっとお蕎麦からいただきます。あ、八重山蕎麦ですね、しっかりね、うん、いただきます。あ、ちょっとね、一応これ、ね、なんか段差が、はい、10月いっぱいまでのメニューですね。あ、10月いっぱい。あ、10月いっぱいか。そうよね、冷たいメニューをね、はい、うん、うん、うまそうに食うな、しかし、うん、うまいです。うん、おだし美味しい。美味しい。うん、冷た。この辺におっても鰹節の匂いがすんごいしてくんのよこれ。マジで結構お出汁が、うん、あの私さよくさお蕎麦でさ、はい、絡みついてるって言うじゃない。はいはいはい。めちゃくちゃ味が染み込んでます。染み込んでます、うん、結構、はい、スープは、うん、お出汁がおにぎりいらんやん。じゃあ、あんたついてくんじゃないの。いや、ついてないっすよ。え、ついてないの。おいしいこれ。やめなさい、あなた。いや、すんごいレモングラスの匂いしますけど。すごいだろ。めっちゃいい匂いした。ちょっと脇拭きたいな。やめなさい。で、私はですね、八重山ナポリタンです。いや、もうね、はい、こうやって鉄板で来るって。しかも熱々なんで。いい ね、しかもね、ちょっと今冷めてきましたけど。しかもね、はぁってね、これちょっとチーズはね、これのんちゃんは、ね、これ私無理なんで、はい、ね、タバスコはまだいいです。あ、いいですか。はい、いいです。あ、のんちゃんサラダ好きなんですね。サラダ好きでございます。へ、ね、僕八重山ナポリタンガチで食べるの初めてかもしれない。本当、はい、八重山ナポリタンってね、なんかね、喫茶店メニューとかに良かったりするし、
居酒屋メニューにもあったりするよね。ありますからね。いただきます、うん。まあ、朝から食べれるのにね、メニュー、ね、フードメニューが、ね、そうそうそう、口が真っ赤っかでございます。もっとつけようか気色が悪くなる。ナポリタン美味しい。なんか昔思い出すわ。甘くてさ、そう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 、酸味があってさ、酸味があってね、美味しいんだよね、ナポリタンってね。なんであの子供の頃ってナポリタンとかミートが好きみたいな ねと思いますけど、ね、甘いのがね、美味しいよね。もうちょこ八重山そばを使ってるっていうことでね、八重山ナポリタンだけに、うん、美味しいですよ、ね、でサラダと、はい、これなんだ、シフォンケーキですね。シフォンケーキですよ。そうですね、はい、いや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 、あんたマニアンか。あ、セットなんでドリンクはあの頼めます。そうなんです。そうです、私もセットはカフェラテ、はい、キャラメル味かな。はい、じゃあちょっとお昼まで時間ありますから。そうですね、ゆっくり食べたいと思います、はい、ちょっとちょうだい。あげません。さあ美容室にやってきました。ノアに来ましてね、ほぼ約1ヶ月ぶりでございます。ちょっと結構今回伸びているんでね、ちょっと短くしてもらおうと思ってます。前もね、あの紹介しましたけど、徳洲会病院のね、目の前になりましてね、今からちょっとさっぱりしてきます。でちょっと美容室の間に、その後皮膚科に行くんですけど、1時間前にあのレーザーで治療するとこね、あの麻酔用のテープを貼らないといけないので、あの美容の途中で貼りたいと思いますので、はい、ということで今からね、ノアに行きたいと思います。ちょっとだけね、10分ぐらい来るの早かったんで、ひょっとしたらお客さんいるかもしれませんけどね。では行きたいと思います。では変山さんでございます、はい、今日もすいませんけども、はい、それなりにかっこよくやってくる、はい、やっていただければと思いますけど、はい、伸びましたね伸びたでしょう。そうなんですよ。ということでよろしくお願いします。これ前です。顔近いね、顔近いね。すいません、終わりました。どうですか、すっきりしました。はい、右向いて左向いて、まっすぐ行ってください。いや、柱に当たる、柱に当たるやん。ここのイボもない、ほら取れてるでしょ。そう、綺麗になりましたね。綺麗になりました。こんなになっても目立たなくなりましたね。はい、よかったですね。でね、ちょっと今からね、はい、この後皮膚科に行くんですよ、うん、で、オペするところを、はい、6カ所7カ所でちょっと今あのしゃべりますけど、あの麻酔テープ貼らないといけないんで、はい、ここの場所を借りていいですか。すいません、ね、今から麻酔テープチラチラ貼ってもらいますので、はい、貼ってもらいます、はい、はい、よろしくお願いします。誰が誰がじゃないよじゃあ今からですね、ちょっと麻酔テープをまず右側ね2カ所貼りますね。はい、ちっちゃくていいですよ。はい、2カ所貼ります。2箇所ね、まず目の下がこれね、あのほくろらしいんですよ、聞いたら。イボじゃなくて、はい、どこですか、どこですかって、これです、はい、こっち見てもらっていいですか、こっち見てもらって、あ、ここです。鼻や鼻や、あ、そう、はい、普通にして、はい、笑わないで、そう、いや笑ってないけど、はい、で2箇所目、2箇所目、はい、イボね、イボと、ここのこの辺、そう、見て見て、ここか、これだ、うん、イボだらけよ、まあまああるよ。あ、ちょっと待って、ずれた。よし、イボ人間みたいに今から貼っていきます。ではアイランドクリニックにやってまいりまして今日はあの木曜日、はい、昼からはちょっと手術のお時間でございますので あなた手術なんですね。一応手術ですから手術枠ですね、はい、一応こうレーザーで取りますので、はい、オペ時間が10分でいけるんですよ。7箇所であっという間に終わります。でこれ、いや違う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 7箇所貼ってます。今日2回目なんで1回やってるんで、僕今日2回目手術、あ、これまでに2回目ね、1回レーザーでやってるんですよ、うんうん、びっくりするぐらいもう終わりましたかって聞くんで、前で終わったんですか、ちゃんとしっかり取ってもらってくださいよ、はい、痛みも全くないです、うん、で今からやっていきたいと思います、はい、終わったら茶色しテープがいっぱい貼られてるんですね、顔にね。茶色になるんですよね、この、うん、今透明ですけど、これ麻酔テープなんです、うん、じゃあ触ってもあの痛くないですかね、針刺しても痛くないかな、そこ。いや、そういう問題じゃないデコピンしたろうか、無事に帰ってくれるか、ちょっと無事にって早いけ
すいません、行ってきます。いってらっしゃい、はい、終わりました。ですね、6箇所やりまして、炭酸ガスレーザーっていうのをやりまして、実際レーザー治療は1箇所1分もかからんかったと思うんですけど、一応10分以内で終わりましたよ。お肌の色とテープの色合ってませんけど、はい、それはしゃあないでしょ、それは。で、一応軟膏もらって2週間は軟膏塗ってくださいと。軟膏塗ってテープ、テープで2週間経ったらもう軟膏塗らなくてもいいんですけど、やっぱ皮膚形成とかあるので、やっぱなるべく3ヶ月間はテープ貼り続けてください。やっぱ紫外線めっちゃ悪いらしいんで、この人シミ取りしはったんやなと思われますね、はい、で2週間後に最新札は本人の、判断で、OK ですって。気になるようでしたら来てくださいって。OK だったらもうそのまま来なくていいんで、ちょっとテープだけを貼り続けてくださいって。そうで、めちゃめちゃ早かったですよ。はい。で、他のやつもまたチェックしてやってもらおうかな。とりあえずこれ落ち着くまではちょっとしばらく頑張ろうかな。ちょっとサングラス外してもらっていいですか。はい、こんな感じです。1、2、3、4、5、6箇所。6箇所。はい。すごいですね。はい。まあ、オペ頑張りましたね。頑張りました、はい、本当に2時45分ちょうどに呼ばれて、時間通りです。本当にありがとうございました。ということで、今日から約3ヶ月間私テープを貼り続けていると思いますので、ガムテープにしたらいいじゃないですか、一気に。いや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 、しかも全く痛くなかったです。やっぱあのテープの麻酔ってすごいね。なんかちょっとでもチクってするんかなと思ったんですけど、あれがやっぱ重要なんですね。はい、全く痛くなかった。もう何時間前にやりましたかって結構ちゃんと聞かれましたので、1時間前にやりました、はい、ありがとうございます。アイランドクリニックです、皆さん、はい、はい、よかったら来てくださいね。皮膚科大きくあるんですけどね。そうですよ、ほら見えないんですか、シミ、はい、もうちょっと後ろね、シミとかイボ気になる方、アイランドクリニック来てください、石垣島の。はい、私は手の湿疹で通ってますだそうです。グランシャン八重間に到着になりました。ひろみさん送っていただきました、ありがとうございます。まあ、ここは以前動画も上げてますし、ちょくちょく動画上げてるんで、よかったらまた見てください。今日はね205号室になりますので、お部屋の方に入っていきたいと思います。行きましょう。暑いね。さあ、まずね入ります。今日ね205号室ですで、受付ねフロント1階にありますけど、よいしょ、事前決済だとね、前日に登録しているメールに部屋の番号と暗証番号メールで送られてきますから、フロントに通らずに、そのままお部屋に上がれるシステムになっております。行きましょうか。205号ですね。行きましょう。じゃあ2階に上がってきまして、今日はですね、205号室のお部屋でね、こちらでね、暗証番号ね、押していきたいと思いますね。はい、開きました。よいしょ。あ、涼しいですね。クーラーかかってますね。はい、よいしょ。ちょっとここに置きまして、ちょっと電気つけたいと思います。はい、めちゃめちゃ涼しいですよ。もう何回もね動画ここね紹介してるんで、まあまあ何回も見てる方は今更と思うんですけども、はい、お部屋こんな感じですね。どうでしょうか、ちょっと待ってくださいね。でね、ちょっと電気つけましょうね。はい、見てください。ガス乾燥機と洗濯機、これがもう最高ですね。はい、で簡易キッチンあります。簡易キッチンね。で冷蔵庫、はい、冷蔵庫とレンジございます。はい、浴槽こんな感じね。浴槽こんな感じです。でお手洗いがねこちらになります。まあ、唯一欠点といえばここね、ちょっとウォシュレットがないのだけが残念です。はい、
ということでございまして、今日はね、こちらに2泊したいと思います。さあ着替えましてですね、今日は今から飲みに行きたいと思います。今の時刻が17時38分になります。今日はちょっと夜はね、ちょっとプライベートで飲みに行きますので、ちょっとカメラ回さないんですけども、今日は大阪の休日ということで、与那国空港から1便に乗って、ね、飛行機で来ましたけどもね、今日は結構盛りだくさんだったですね。あの石垣ラボ行ってね、美味しいパン買って、あ、俺パンもらってんよ今日ね、美容室行って、ウィールケーカフェ行ってね、昼ご飯前かあそこね、早い時間でもフードメニュー食べれるんで良かったと思います。そして今日ね、皮膚科行きまして、レーザー治療しましてね、ちょっと保護テープ 2,3 ヶ月やりますのでね、はい、ということで、ひろみさんもね、あの朝日早くから空港まで迎えにいただいて誠にありがとうございました。まあ、ひろみさんの夜飲みに行くんですけど、ちょっとね他の方とも飲みに行くので今日はちょっとカメラ回せませんけど、ということで、今回おっさんの休日でございまして、以上となりますので、今日はカメラなしで久々にゆっくり飲もうと思ってます。ということで今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いしましょう。では飲みに行ってまいります。